្ញុំធំឡើងអនាគតខ្ញុំធ្វើជាងឡានខ្ញុំចង់ក្លាយជាប៉ូលីសគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនអ្នកចម្រៀងធំឡើងការថែគ្រូពេទ្យនៅពេលអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសជប៉ុនโมตาชินี่ไกด์ก็คือโอเซียไตคือเชียร์ภาษามวยได้อาจโทรการงานบ้านจริงจังให้นํามวยจะบ่คิดจะจัดการจะรวมเลยដល់ពេលអាត្មាបានទៅរៀននៅសាលាតាកាមីធំឡើងខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាជប៉ុន日本語を教える学校だけではなく彼たちの環境を変えるもしくはレールを作るそういう場所でありたいと100メートル走を走るときに、まあ、ここから100メートルぐらい走ってくださいっていうのとあそこに見えてる100メートルのラインまで走ってくださいっていうのとでは全力で走る気持ちが変わる。ゴールが見えないところを全力では走れないと思うので僕の学校の教育スタイルとしては入り口教育ではなくて出口教育っていうのを重視してやってます。出口教育っていうのは簡単に言うと子どもたちが勉強する上でのゴールラインっていうのを設定する。これはゴールっていうのは別に一つじゃなくてもいい。近いゴールでも真ん中のゴールでも遠いゴールでもいい。とにかくゴールラインを設定してあげる。匠学校は、2015年にスタートしました。今で4年です。学生数は今84人。一番小さい子が12歳、上は40歳までいます。学生からはお金はもらえません。すべてフリーです。お金をもらっちゃうと勉強を頑張る子も頑張らない子も、どちらも教えないといけない。毎日ちゃんと学校に来てしっかり勉強してくれる子、その子に対しては全力で応援したいと思ってるけど、不真面目で勉強しない子は逆にやめてもらってます。だからお金を一切もらわない。家が裕福であってもなかっても自分が日本語を勉強したい、何か今の現状を打破したい、そうやって思ってる子どもがいれば、学生がいれば誰でもお金がなくてもトライできる、そういう学校にしたいと思ってる。私はタパナです。11歳です。ベリチェフィサジポンニョンチャンフーガイジポンこんにちは、はじめまして。私はソケンです。15歳です。私はコンポンチャンから来ました。よろしくお願いします。ロイサンカモンニョンのトーチャニョンメンチェナエインチャンコニョンチェタペットレイクッネイプンタイドペニョンチョンマリエンタミンタンタンカーヒンリミンថាប្រដល់យើងច្រើនបបាក់សេហើយនឹងវ៉ាញ់ជ័យគាត់ថាល្អដែរយើងចេះភាសាបានច្រើនតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅមិនដែរគាត់ចង់ធ្វើយើងក៏ជួយជំរុញគាត់ដែរថ្មអនាគតថ្មចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ហើយចង់បើកជាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់ជា business ខ្លួនឯងជួយចាត់ការចែករំលែកដល់ពេលអាត្មាបានទៅរៀននៅសាលាតាកាមីអាត្មាផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនថាការគោរពហ្នឹងរបៀបម៉េចការគោរពនៃឲ្យអាត្មាស្គាល់អំពីការគោរពពេលវេលាអ៊ីណាកាដេកូនមតាឈីនេះហ្គាយកូគូអូអូសៀតៃですどうしてオシエタイですかあそイナカで外国語の学校はあまりありません。
子どもたちは外国語を勉強したいのはとても大変です。ですから私は田舎で行って子どもたちに手伝って子どもたちは外国語を話せて大きくなっていい仕事ができます。ですから先生になりたい。教育と学習っていうのを大きく分けていて、教育っていうのは、第三者がきっかけを作ってあげて場所を提供してあげて、結果的に本人が学習できる、結果的に本人が成長できるものが教育。学習っていうのは自ら勉強して成長するのが学習だと思ってる。で、一番大切なのは学習じゃないかなと思ってます。この国で、この国じゃなくても学習することっていうのが大切で、その学習するきっかけを与えてあげてるのがこの匠日本語学校。じゃん、ខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយទៅចាប់ពីបរិញ្ញាបត្រដល់ដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំប្រឹងមែនទែននិយាយទៅចង់ឲ្យកូនសិស្សចេះខ្ញុំក៏ប្រឹងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានការងារល្អទៅថ្ងៃមុខហើយសិស្សដែលខ្ញុំបានបរៀននឹងពួកគាត់ខំប្រឹងមែនប៉ុន្តែពួកគាត់រៀងតែគាត់ធ្វើការណាមួយគាត់ធ្វើការផងក៏រៀនផងទៅក្នុងការរៀននឹងរៀងពិបាកយល់បន្តិចខ្ញុំស៊ីណូស៊ីកូតូវ៉ាថាណូស៊ីですでもちょっと大変毎日たくさん話しますので の動画痛いです学校に行かない子どもたちも多いです。特に田舎の人小さい子どもはまだ大人になってないですが仕事をします。学校に行かないで仕事をします。やっぱりアーマネストたちの教育レベルをやっぱり上げてあげたい。以前授業の中でいや将来の夢は何って聞いた時に、日本へ行きたいという人もいれば医者になりたい、英語の先生になりたい、そういういろんな夢彼らが持っているので、その夢に少しでも、近づけるように私たちは日本語を通してそういうこともやっぱり教えてあげたいし、外国の人たちが来ていろんな支援をやってます。でその支援はカンボジア人たちにとっては受け身もらうばっかりだから自分たち何もしなくなる。でそれを続けてしまうと彼らがもうダメになってしまう。将来いろんなことに医者になりたいいろんな人がいます。だから自分でそのチャンスをここでこんなチャンスがありますよっていうことを教えるから、それを自分で掴んでほしい。大体カンボジア人は別の言語を勉強するのは目的は仕事のためですけど、私は変わりたいのはみんな日本語は上手になったら未来も見えるから、皆さんはちゃんと目的のところは頑張って諦めなかったら皆さんはできます。何でもできます。そんな感じに伝えたい皆さんに。日本でもカンボジアでもそうですけど、子供は生まれて親は選べません。
どんな状況でも生まれてきたらそこで生活しないといけない。でもそこに対して否定的になったり嫌になったりしたら生きてはいけないと思います。そういう状況の中でいかにどうやって生きていくかを考えないといけないと思う。これは子供にとってはとても大変なことなのかもしれないけども、僕はこのカンボジアで、貧しい家で生まれた子供たちだったとしても、きっかけとレールがあれば状況環境は変えれると思ってます。そのためにこの匠日本学校ってものを作りました。だからここは日本語を教える学校だけではなく、彼たちの環境を変える、もしくはレールを作る、そういう場所でありたいと思ってます。日本人にはない、もしくは日本人が忘れてしまったようなものを今のこのカンボジアの方たちはまだ持ってるんじゃないかなって思います。例えば利害関係なしで困ってる人を助けたり支えたりとかっていう部分に関しては、僕がこっちに住んでいてよく見る光景で、普通に知らない人でも喋りかけたりとか、そういうなんかコミュニケーションとか、そういうなんかこう困ってるから助けようみたいなことはすごくこう日本人以上に長けてるんじゃないかなっていうのはよく思います。日本の学生さんとか、もしくは日本の学校の先生とかにも、こういう途上国に来て何か感じ取ってほしいなって思うことはあります。こういうところに来て日本では見えない景色が見えるんじゃないかな、もしくは何かしたいことが見つかるんじゃないかなと、ぜひカンボジアに来てほしいなと思います。何気なく勉強して社会で生活していけるのが日本でも、ここは何気なく勉強しても生活していけない、明確に示してあげないと生活していけないっていうのがカンボジアなのかなと。その物をあげてても、いや何も変わんないなって思い始めて、むしろそういうのってもう必要ないのかなと思い始めて、でそれでハード面じゃなくてやっぱりこうソフト面、彼たちの中から何かこう変えていかなくちゃいけないなって思い始めて、今から4年前何ができるかっていうのを考えてみたいっていうことでシェムリアップに行きました。昼ご飯と晩ご飯と一緒に食べて幸せと思います。ยังสบายใจนะเป้ได้บ้านดีบ้านใจหายบ้านจูบจมครูซามาจ้องตะเรียนในประเทศญี่ปุ่นสำหรับในอบรมมาเห็นญี่ปุ่นนั้นเติบบ้านใจกระชอนใจไอ้กระกูบ้านใจถมล้างขยมจังทัวร์จิกรูบังเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ทัวร์ไอ้สักบางยมนั้นยลญี่ปุ่นで考えて自分で自分の将来をつかむような人をやっぱり育てていきたい。将来も先生にずっとなりたいと思います、子どもたちみんな未来を見えるようにします。高いレベルの日本語教育ではなく、どうやって生きていくかっていうことはうまく伝えれると思う。